入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、先頭バッター一二塁間を破る、ホームに送球する、チャンスを広げていきます。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ引っ張った、高く上がった、レフトオーバー、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回っています。ホームイン追加。さあマウンド上は今永、完封を予感させる投球でここまで来ています。宮山さん、もうここはファンも完封を期待していると見ていいですかね。そうですね、もうとにかく点差もありますし、余裕を持ってしっかりと投げてもらいたいですね。最後インコース詰まりました、菊池抑えてワンアウト、打順はトップに帰ってサンズ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。変化球外れました、ツーアウト。バッターボックス菊池、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。打ちました、セカンド取る、これでスリーアウト、試合終了になります。